ロシア・ウクライナに大規模ミサイル攻撃、全土で緊急停電。ウクライナの首都キーウ、キエフを含む各地に23日、ロシア軍のミサイル攻撃があった。キーウからの報道によると、電力会社ウクルエネルゴは、広い範囲で電力インフラが損傷したとして、全土での緊急停電を実施した。キーウを含む各地で断水も発生したほか、送電網の異常を検知した3カ所の原発が緊急停止した。いずれも周辺の放射線量に異常はないという。ウクライナ警察当局によると、ロシア軍のミサイルはキーウ州ビシュゴロドの集合住宅などにも着弾し、各地で少なくとも民間人6人が死亡、数十人が負傷した。同国メディアが伝えた。ゼレンスキー大統領は23日、民間人や民間インフラへの攻撃はテロだと非難。国連安全保障理事会に緊急会合の開催を要請するよう、自国の国連大使に指示したと明らかにした。ウクライナ軍参謀本部によると、ロシア軍は同日、65発以上のミサイルを発射。ウクライナ軍は51発の迎撃に成功したものの、一部がキーウやキーウ州、西部リビウ州や南部ザポリジエ州などに着弾した。ウクライナ国営原子力企業エネルゴアトムは同日、フメリニツキー、リブネ、南ウクライナの3原発で緊急保護システムが稼働し、外部への電力供給を停止したと発表。送電網が復旧され次第、電力供給を再開するとした。稼働停止中のザポリジエ原発も外部電源を喪失し、ディーゼル発電による電力確保を開始した。ロシアは10月上旬からウクライナの電力インフラなどへの攻撃を激化。ロシアはインフラ攻撃でウクライナの継戦能力を低下させる思惑だと見られている。ウクライナの大半と隣国で停電。ゼレンスキー氏、ロシアのテロを安保理で非難。ロシアの大規模な砲撃でウクライナの大半と隣国モルドバで停電が発生する中、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は23日、映像中継を通じて国連安全保障理事会で発言し、ロシアのテロの方程式は人道に対する罪だと強く非難した。ゼレンスキー大統領は安保理の緊急会合で、ロシアの攻撃によって気温が零下の寒さの中、エネルギー供給がなく、暖房も水もない状態で何百人もの人が過ごしていると述べた。首都キーウでの状況は依然として非常に厳しいもので、電力供給再開のため夜通しの作業が続くと話した。安保理の緊急会合はウクライナの要請で開かれた。ゼレンスキー氏は国連にウクライナ支援の強化を求めた。キーウのビタリ・クリチコ市長によると、首都では住民の少なくとも8割が電気や水道が使えずにいる。ゼレンスキー氏によると、ロシアの攻撃で停電したリビウ、オデーサ、チェルカシなど一部の都市では電力が復旧したという。ウクライナ軍のバレリー・ザルジニー総司令官は通信アプリテレグラムに、23日の砲撃でロシアは巡航ミサイル67発を発射し、ウクライナはそのうち51発を迎撃したと書いた。キーウだけで30発のミサイルが撃ち込まれ、ウクライナ軍は20発を撃ち落としたという。ウクライナによると、ロシアの最新の砲撃で少なくとも7人が死亡。ウクライナの制御下にとどまる3カ所の原子力発電所は電源が断たれ、欧州最大のザポリッジャ原発はまたしてもディーゼル発電機に冷却系や保全用の機器の維持を頼ることになった。国際原子力機関 IAEA は、相次ぐ砲撃で破損しているザポリッジャ原発の安全性について強い懸念を表明している。同原発は現在ロシア支配下にある。ウクライナの隣国モルドバでも23日に大規模停電が起きたが、ロシアの砲撃を直接は受けていない。冬の寒さが本格化する中、
ロシアはウクライナのエネルギー・インフラへの攻撃を強化している。ウクライナ当局によると、各地の発電所はロシアの攻撃でとてつもない被害を受けており、国内の電力系の半分以上が修理を必要としている。エネルギー省によると、ほとんどの火力発電所と水力発電所も稼働停止に追い込まれている。卑怯で人道にもとる。アメリカのリンダ・トマス・グリーンフィールド国連大使は安保理で、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領がウクライナ国民をひどく苦しめるために不要武器化していると発言。戦場で苦戦したロシア政府は今やウクライナの人々、ウクライナの子供たちを痛みつける卑怯で人道にもとる戦略を採用していると非難した。南部ザポリージャ州の救急当局によると、ロシアの砲撃が産科病棟を直撃し、新生児が死亡した。フランスのエマニュエル・マクロン大統領はツイッターで、民生インフラへのロシアの攻撃は戦争犯罪にあたると非難した。欧州議会は23日、ロシアをテロ支援国家に指定する決議案を可決した。この採決から間もなく、欧州議会のウェブサイトが開けなくなった。欧州連合 EU 関係者はこれについて、新クレムリンハッカーによるいわゆるサービス拒否 DOS 攻撃だったとしている。ロシア政府のドミトリー・ペスコフ大統領はアルメニアの首都エレバンを訪問中、特別軍事作戦の今後と成功は疑いようもないと述べた。大規模な砲撃については言及しなかった。ロシア政府はウクライナの電力系攻撃によってウクライナの戦闘能力を弱体化させ、ウクライナ政府幹部を交渉の席に着かせることができるようになるとの見方を示している。モルドバでも停電。モルドバのアンドレイ・スピヌ副首相は23日、ウクライナのエネルギー・インフラに対する今日のロシアの攻撃で、モルドバで大規模な停電が起きたとツイートした。首都キシナウのほとんどで電力は数時間で復旧した。モルドバでは人口の約3割が首都で暮らす。スピヌ副首相によると、ウクライナへの15日の攻撃でもモルドバで停電が起きていた。携帯電話の通信も大きな影響を受けたという。モルドバのマイヤ・サンド大統領はフェイスブックで、ウクライナでのロシアの戦争は人を殺し、ミサイルで集合住宅を破壊し、エネルギーインフラを破壊しているけれども電力供給は復旧できる、技術的な問題を解決しまた光を取り戻す、そのために全ての国の機関が取り組んでいると書いた。エネルギー政策に詳しいアナリストのセルギュ・トフィラト氏によると、モルドバとウクライナは今年3月に欧州の電力系統に接続したことから、モルドバとルーマニアをつなぐ送電線の連結点の一つがウクライナの電力系が攻撃された時点でシステム全体を守るために自動的に作動を停止したものとみられる。ウクライナが被害状況を把握後、送電は再開される見通しという。ウクライナで緊急停電、気温急降下で供給不足に。ロシア軍によるインフラ攻撃で電力不足となり、計画停電を導入しているウクライナのエネルギー企業が21日、さらに緊急停電を余儀なくされた。この日はウクライナ各地で気温が急降下した。ゼレンスキー大統領は定例演説で限られた供給能力を電力需要が上回ったための停電と説明した。首都キーウの気温は今後少なくとも10日間、0度前後で推移する見通し。ウクライナ最大のエネルギー供給企業、ヤスノによると、緊急停電の影響は100万近い世帯と事業所に及んだ。同社のコバレンコ最高経営責任者 CEO は、寒さがさらに本格化する前に電力供給を回復させるため、作業を急いでいると述べる一方、日常的な停電は少なくとも来年3月末まで続くだろうと予告した。コバレンコ氏は同社のFacebookページへの投稿で、
電力網への新たな攻撃がないと仮定した最善のシナリオでは、電力不足の負担を全土で平等に分散させることも可能だと指摘した。だが攻撃で電力網に大きな損傷が起きた場合は、緊急停電が長期化する恐れもあると指摘。最悪のシナリオに備えて、温かい衣服や毛布、備蓄品を用意しておくよう市民に呼びかけた。